はい、問題4。問題4。B さん75歳男性は施設に入所後3日経ったが表情が固くまだ誰とも話をしていない様子である。 B さんに対しての介護職の初期の関わり方として適切でないものを一つ選びなさい、ね、適切でないものを一つ選びなさいと。1。何に興味を持っているかを把握するため表情や行動を観察する。2。さりげない会話をして関係の構築を図る。3。どの場面でどの場所に座るかなどを観察する。4。肩に手を回すなど身体への接触を中心にする。5。言葉だけでなく笑顔やうなずきを交える。はい、以上5つの中から1つだけ良くないもの、適切でないものを選びなさいということです。はい、この B さんはまだ施設に入って3日しか経ってないんですね。だから緊張してこう表情が硬いと、まだ誰とも話してないみたい、寂しいですよね。で、そういう B さんに対して介護職の初期の関わりですね、最初の方、慣れてきた後じゃなくてね、初期の関わり、アーリーステージですね、アーリーステージの関わりとして適切でないもの一つ。はい、ここで一番のこれ、何に興味を持っているかを把握するためって、こう分かるためね、理解するため、表情や行動を観察すると。この観察するってこう非常にいい言葉ですよね。大体こう正しいことですよね、観察する。2番のさりげない会話をして関係の構築を図る。構築って関係を作るってことでしょ。 B さんとの関係をね、うまく作ろうとさりげない会話をしながら、これもいいですよね。さりげない会話、最初ですからね。で、3番、どの場面でどの場所に座るかなどを観察する。また出ましたよね、観察。いい言葉ですよね、観察する、大事なことです。はい、4番、肩に手を回すなど身体への接触を中心にする。要はボディタッチね、スキンシップ、ボディランゲージ、これはどうですかね。こういうふうにこうしてもらった方がいい方も中にはいますよね。人にはタイプがあって、どうしてもそのフィーリングから、肌からいろいろ感じる方がいるんですけども、まあ、そういう方にとってはいいかもしれないですが、ね、まだ入ったばっかりで誰とも話してないような状態でいきなりこうボディタッチっていうの、これは人によっては嫌がられることもありますよね。ちょっとやめてくださいということで、これはあまり良くないですね。最初、このね、初期の関わり、最初としてはですよ、親しくなって B さんがこうやってボディタッチを好む人であれば、これいいんでしょ。身体への接触を中心にすると。でも最初はダメですよね。で、5番の言葉だけでなく笑顔やうなずきを交える。このうなずきって、うなずくって、これもいい言葉なんですよ。大体こういうのあると丸なんですけどね。はい、ということで1番、2番、3番、5番は非常にいいことです。で、4番だけがちょっとね、最初としてはいきなりそんなベタベタ触
るの良くないですよね。だから答えとしては4番です、ね、4番これが間違いですよ。